せーの、オタマンパギー、いやー今日もおいしいです。ごめんか。です。マロン、ズミヤツです。ドラゴンです。はい、はい、今回はですね、ちょっと珍しい企画をね、やっていきたいと思います。一週間、どこでもハレハレ愉快チャレンジ。はい、1週間これ参加してもらうのはね、鈴宮敦樹一人だけ。おにぎり、おにぎり敦樹にはこれから1週間普通に生活してもらいます、うん、でもその生活の中にどこからかハレハレ愉快が聞こえてきます。そしたらハレハレ愉快を絶対に踊らないといけないということになります。何のためにね、見てる人が求めてるんですよ。なるほど、ね、鈴宮の名を持ってるからね。例えばスーパーで買い物してる時にあの有線であるはれだったらそれだけやんなきゃいけないです。マジでスタッフさんが用意した曲じゃなかったとしても店でかかってたら踊んなきゃいけないです。それは、はい、誰も見てないよ。いやまあもうはれはれ以外流れたら、うんうん、もうどこでも行きますよ。あら、自信です。たっぷりね。それでは、うん、じゃあ敦樹のね、うん、1週間チャレンジスタートです。はい、どうですよ。見た系をちょっとこうやってみたいんだけど、うん、なんかでもやっぱり縛り系とか、うん、あそうですよね、うん、これなんかちょっと面白いなって思ったのが、あの判決で踊ってみたって思った。攻めるね。お前絶対やれよ。いやだから、いや違うんですよ、出すわけじゃないんですよ。だから誰か一人があの判決の状態で、あのそれの上からやっぱ服は着てるから見えないわけなんですよ、ね、見せないで誰かが判決になってる、誰かが判決になってる、そう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 、誰が判決になってるでしょうかっていう。やばいねそれはね。ギリギリだね。お前もうそれ疲れてんだよ。まだありますよね。いろいろね、なんかこのタイミングで配置もあるんだね。はい、でもそれはそれとして、うんうん、まあ、いやでもね、判決じゃなかったにしろ、うんうん、例えばあの後ろが裸のスーツ着たりね、あー、うん、あれぐらい見せないでやるとかでも、めっちゃ面白いかなって思うけどね。いや、いいっすね、うん、そうだね、そうですね、もちろんいいっすね。終わった？終わったよ、もう。でもまあね、縛り踊ってみたなんだけど、場所考えろよお前。お前めっちゃ恥ずかしいわ。いやどこに魔物が潜んでるかわかんねえな。フリーが1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ちゃんとピンポでやるね。
すごいな、リハ中でもいつでもどこでもられるよ。よいしょ、よいしょ。まだ食べば、まだ続いてましたね。ゲジゲジ素揚げして食ったり、カワキ素揚げして食ったり、お前さ、飯食ってんの。もうダメ、後戻りできないよ。普通に普通に持ったらそこにたどり着いちゃうから。YouTube でちょっと勢いづいてますね。あ、そうだね。体張るってちょっと大事だよ。だね、挑戦したい。マジで。そういう日ですね。口にソースついてる。レアだね。すごいね。ここがいいからね。いやー、やっぱ挑戦してるっすね。ちょっと。そうだね。マジかー。なんか1000円とか釣りってできるんですね。あー、戻れねーよこりゃ、どうでしたか。やっぱ場所があるべ。またよろしくお願いします。怖いわ、もう。そうだね、もういろんなとこで持ってきたと思うんだけど、印象的なとことがあります。まあ間違いなく食える。申し訳ございませんね。団長の意地を見たことでね、あの確認なんですけど、もう終わったんすよね。もうよかったら、もしかしたらあるかもしれない。今度はラキスタで大成功ということで、次回はラキスタだと思います。ガチガチガチありがち、オタクにありがち。